水京筑波国定公園は関東平野東部に位置する国定公園。茨城県と千葉県にまたがり、霞ヶ浦、板子、沢良などの水郷地帯、鹿島神宮、香取神宮、犬坊崎屏風ヶ浦に至る海岸線を含め水郷国定公園と定めた。1959年3月3日指定。あとの1969年2月1日に筑波山、 カバ山地域を加え水京筑波国定公園とした。江戸時代から人々に親しまれた継承地が多く、現在も年間の利用者が多い。また、鹿島香取など近辺には著名な神社があり、筑波山も山岳信仰でなお高めた地であることから、文化的景観保護の意味合いも強い公園と言える。なお、同公園は茨城県下では唯一の上級公園である。 1930年頃の鹿島、カトリ付近の地図。初夏に花咲く花勝負ト根川は古くから暴れ川で知られ、そのために下流域一帯には小将軍が見られる。水峡一帯にはマコモ、ヨシ、ガマ、アサザ、ヒシなどが繁茂し、水生植物の宝庫である。イタコはアヤメなど湿地植物の繁茂が見られ、古くから人々の目を楽しませてきた。 生育として保護されてきた鹿島神宮の車窓には、スダジー、タブノキの巨木も見られる。筑波山6は、植生の垂直分布が見られ、山6には、団地製の赤松など、標高500メートルもった川、落葉公葉樹、そして山頂には、船林が確認。地質学的には、屏風が裏が特筆され、海植による断崖形成が顕著である。 動物ではカスミガウラは、オオヨシキリ、カイツブリ、コサギなど、犬坊崎ではウミウ、ウミネコなどの海鳥類が多く捕らえし、その姿を確認できる。つくば山地一帯も、近獣の方向で、ホンドキツネ、ニホンリズ、ムササビ、ニホンイタチ、天、ニホンノウサギ、ニホンアナグマ、タヌキ、ハクビシン、イノシシのほか、カワセミ、オ,オタカ、フクロウなどの鳥類も見られる。 ありがとうございます。